した第2部の開演です。ただいまからお目にかけます厚原の法難は、支部全体で取り組んできた初めての劇でございます。練習を重ねるにつれ、準備を重ねるにつれ、さまざまな商売が競い起こってまいりました。しかしそれらに翻弄されることなく、心神根本に痛い同心の絆を一層強めて今日の日を迎えました。創作劇厚原の法難です。人の幸せ、不幸せはなぜあるのでしょうか。平等であっていいはずなのに。それは過去怨恨号より自分では分からないうちに犯してきた方々によるのです。方々罪証を消滅するには、正しい宗教、力のある宗教でしかできません。この世の中に民衆救済のために出現なされましたのが、御本仏日蓮大聖人様なのです。その日蓮大聖人様が創業された第五本尊様こそ、まさに不幸せを幸せに変えることのできる、しかも末法万年にわたって私たちを救ってくださるのです。時代がいくら変わろうと、全民衆を成仏の教材に導いてくださるのが第五本尊様なのです。その本尊を信ずることのできない輩が、本尊を信ずる人々を迫害するのです。大聖人様自ら鹿戸にもわたる法難に遭われ、それでも私たちを救ってくださったのです。今から約704年前、ただいまよりお送りいたします劇は、大聖人様ご在世当時に起きました厚原の農民の上に降りかかった弾圧の法難を上演いたします。私たち法華経の鏡とも言うべき厚原甚四郎をはじめ、厚原の同志がどんな思いで迫害を受け、それでも身を通して本尊を守り通してくださったのです。そのご本尊様によって私たちは幸せになりました。厚原法難をお一人お一人心の中にしっかりと刻んでください。
強い風も毎日幸せに暮らせるのも日蓮大聖人様のおかげじろう。法華経を信ずるうちらはなんと幸せもんか。付き合っている松蔵とお嫁が龍志郎さん兄弟に託物されて入信したそうじゃ。めでたいことずら、めでたいことずら。おお、噂をすれば松蔵とお嫁が結婚だとなるこっちへ来るから。そういうね、ここらでな、二人で楽しい歌、歌えるぞ。あいよ。厚原の農民たちが法華経を信じて
生き生きと毎日幸せに暮らしている姿を見るにつけ、法華経を信じていない鎌倉の兵の左衛門の城頼綱や院主大行地らが腹を立てて、なんとか厚原の農民たちを懲らしめて、そうしてやりたいと日頃から策を練っていたのであります。とは兄弟と言いながら腹違いの兄、弟めらが院主様の稲を盗んだとうまく仕組んでとっ捕まえてくださいませ。うん、まっことや当時その方の申す通りじゃ。今をときめく院主大行司殿や鎌倉の兵の左衛門の城頼綱殿に立てつく者は皆身を滅ぼすのじゃ。バカなやつらめ。三名の会話を知る由もなく、厚原の農民たちはひたすら法華経を信じ、日々の仕事に精を出しているのであります。日蓮門下が集まる日を待っていた行地ら一派は、弘安2年9月20日、大勢の武士を引き連れて稲刈りの場所に襲いかかり、応戦した陣四郎をはじめ20名を捕らえ連行したのであります。20名は鎌倉へ引っ立てられ、なおも迫害を受け、直ちに法華経を捨てて南無阿弥陀仏を唱えろと責められました。しかし陣四郎をはじめとする厚原の農民たちは
一歩も譲らないため、とうとう時の執権北条頼綱の屋敷へと引っ立てられました。富士の方向に日蓮大聖人様がいなさる、日光聖人様もいなさる。彼らがそう思って大木を唱えているそのちょうど3日前、弘安2年10月12日、日蓮大聖人様はこの厚原の法難を機に、全世界の民衆救済のために一円部大僧侶の大御本尊様をご図言なされました。そのことを知るすべもない甚四郎たちは、ただひたすら日蓮大聖人様の遊ばされる富士の方向へ向かいながら、力いっぱい南妙法蓮華経と唱え続けるのであります。甚四郎にござります。甚四郎、ずぶといやつめ。この方ら二十名、まだ法華経などという迷いから覚めぬのか。仏法のまことの教えを信ずる我ら、迷いなど少しもござりませぬ。まことの教えとは日蓮の申しようであろうが、日蓮の法華経を捨てぬということは幕府に立てつくことじゃ。これでもよいのか。これは明日あり日蓮大聖人様の佐渡流罪をご赦免になられたのは、大聖人様の三歳七男の警告が的中されたからじゃ。また蒙古襲来の件についても驚かれ、北条執権様もお許しになされたはずでござります。黙れ。それ者ども、甚四郎を撃ち殺せ。はっ、お待ちくだされ。若い甚四郎を殺さないでくれ。このババアを身代わりとして殺してくれ。邪魔だ。ババアはすっこんでいろ。いや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 、
教を阻止る者はやがて首切られて地獄に落ちる時が参りましょうぞ。何？命耐えても法華経を捨てぬというのか？いかにも命耐えてもこの法華経を守りましょうぞ。お父を許して。お父、お父。患者は負けはせぬ。落ち着け。キレ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 。金次郎を苦しめるため弟の方から処刑じゃ。やらくも前に出よ。アジちゃん、お先に行くぞ。わしもすぐ行く。見苦しい真似だけはするでねえぞ。分かっている。法華経のために喜んで成仏するだ。何も心配するでねえ。法華経信者の姿を天下の者に見せてやるぞ。だからわしの命は死にはしねえ。成仏して先に厚原に帰ってくるぞ。南無妙法蓮華経。
から14年の歳月が流れた。永仁元年4月8日、突如執権北条貞時の軍勢が頼綱で屋敷を取り囲んだ。あれほどまでに栄華を極めていた西門尉頼綱が謀反人の罪により、妻も子も兄弟も一族すべて全滅の浮き目を見たのである。それも甚四郎兄弟を処刑したと同じ4月8日であり、場所も同じ裏庭であった。しかも頼綱を訴えたのが実の我が子長男の宗綱であったとは、因果というものであろうか。院士大行地も繰り死に、野党寺も後日大官所で打ち首になったと記録に残っている。これが仏法の因果応報というものであろう。生き残った17名は富士のふもと潤井川のほとり高台に静かに眠る甚四郎三兄弟の墓に、家族や村人と共に涙の報告をしたという。
今では厚原の方難のごとき神妙に及ぶ大難はないだろう。だが正しい信仰、勇気ある行動ゆえに必ずやそれを妨げる難が現れることは経文と御書に仰せの通りである。仏法は勝負、信心は的の戦いと言われている。信心が弱まれば必ず魔が勢いを増し、強いては信心を破られてしまう。それは私たちを成仏させまい、幸せな人生をしらかせまいとする働きなのである。今法華経は御法上人芸家様のご指南である平成6年4年後に6万名大結集という目標に向かって大前進を開始いたしました。ゆえにどんな勝負が競い起ころうと決して恐れず、指導教師川辺ご住職のご指導をしっかり受け切って自由の菩薩たる実証を示そうではありませんか。さあ6万名大結集に向かって進もうではないか。たくさんのご声援ありがとうございました。皆様にご覧いただいていただきました今日の厚原の方難の劇、この辺で終了させていただきます。本当にありがとうございました。第1部出演の皆さん、そして第2部出演の皆さん、大熱演本当にありがとうございました。それではご法前の方に向きを変えていただきたいと思います。ここでご来賓の法華経連合会柳沢副委員長から激励を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。今日は日照寺の法華経からお招きをいただきまして、このような立派な文化祭を先ほどから拝見させていただいておりまして、大変感激をいたして、また厚原の法難の劇、そしてまたその後のコーラスの方々の歌を聴いておりまして、万感胸に迫り涙を流しながら見せていただいたわけであります。私は昭和39年の1月に当時連合会の初代北海道地方部長、当時は北海道地区連合会長でありましたが、反橋真一先生に連れられて初めて北海道に来たわけであります。以来先の先住上議員様のもとに何回か日照寺の法華経には
縁がありまして、指導会の旅に招かれておったわけであります。あれから26年、皆さん方の信心の一体同心の団結が今日このような立派な文化祭を行われるようになりましたことを思い、大変感銘深くいたしておるわけであります。この文化祭というのは世間では戦後ことにいろいろな分野において盛んに行われておりますが、私たちの文化祭は私は根本的に異なるんだということを自分なりに自覚いたしおるわけであります。それは国だとか社会がそういう文化国家だとかそういうような形ではなくて、私たち一人一人の家庭が高い優れた文化を持っておる。それは大聖人様の教えを固く信守していくところに、その家庭の考え方、物の観察の仕方、さらにまた比較評価する、そういうところから始まりまして、家庭におけるところのしつけ、練習の仕方、料理全般にわたって、それがいかに優れたところの家庭であるか、その家庭が一つ一つ集まって工場を構成し、その工場がまた集まって法華経全体、やがてこれが全世界に向かって妙法を授受したところの優れた一つ一つの家庭の結集した仏国土が出来上がっていくんだと。その中には過去にもないところの、やはり卓越した文化というものが必然的に表面に出てくるんだと。今タケノコがだんだんと大きくなって、素晴らしい妄想の竹やぶになっていくがごとく第一歩でありますが、やがて日照寺のこの皆さん方の信心が、私は素晴らしい北海道の先駆として、私の胸の中に大きな夢を抱かせてくれたことに深く感謝いたすわけであります。今法華経は先般行われたご承知のごとく、7年前の3万総会をはるかに上回って、そして三世十方の諸仏にも守られ、書店の籠のもとにあのごとく立派に行われたこと、私はただごとではないと思い起こすために深く感銘いたすものであります。そこでまた新しくご承認様から4年後の平成6年に向かって、法華経は6万結集のこの命題をいただいておるわけであります。かつて3万の時には、私は3万の数は決してない数ではありませんが、今のような信心では実現は難しい。そこに私たちは全国が一体となって信心の意識改革をしていかなければダメなんだということを訴え続けてきたわけであります。しかしこれからの4年はさらに一歩突っ込んで、私たちの信心の体質を改善しなければダメだということであります。それは信心第一、生活もまた第一、そこに私たちが体質の改善ということは分かりやすく話してほしいと言われる質問に対しては、
私は例えを例えて言うならば、この十二日には天皇の即位式があります。あるいはまた春にはまたそれぞれ園遊会があって、天皇陛下からも招かれる、そういうところの招かれることをもって我が家の誇り第一とするか、ご承認様からお招きをいただき、そこに開宗700年を祝っていくところのその祝いの方が我が家にははるかに誇り高いもんであるかという、簡単に申し上げますならば、それで比較していただき直すならば、自分の体質がどのぐらい世間の方に傾いているかということが理解できるのではないかというように、機会あるたびにこのことを申し上げてきておるわけであります。いずれにいたしましても、皆さん方はそこに全国でも屈指の指導教師川辺御尊氏の卓越した指導のもとに、北海道地方部はもとより、法華経の中においても皆さん方が期待をいたしているところの講習であります。どうぞその誇りを忘れずに、一人一人がご承認様の命題に沿うように、一人が一人の釈服を今日からしっかりと心がけられまして、そして法華経の六万結集の礎になっていただきたい、このことが切なる念願であります。また今日は法事会の大勢の方々がお見えとのことでありますが、皆様方一人一人がまたご健康には十分留意されまして、今後のますますのご奮闘を期待いたしまして、一言御礼の言葉に変えさせていただきます。本日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。続いて川辺ご住職よりご指導いただきます。皆さんこんにちは。今日の文化祭は、昨年片岡幹事がミニ文化祭を開催するということにことが始まりまして、それでは校全体の文化祭をしようではないか。これには2つの理由がありまして、皆さん方は40数年の間、上議院一応蔵書人がブラスバンドを作り、鼓笛隊を作り、そういう中で日照寺は発展を遂げてきたと思うんです。信玄ももちろんではありますけれども、そこに文化という、あるいはそういう社会面での広げる中で、この日照寺の法華経の発展があったと私は考えました。そして今日2ヶ月3ヶ月の準備練習をして、まさに大きな感動を覚える劇であり、大きな歓喜を覚える演奏であったと思います。さらにまた大きく前進しようというコーラスのチームプレーではなかったかと思います。そういう意味で大塩人芸家は、ただいまも柳沢副委員長からお話がありましたように、今年度3万の総登山のご慈悲をいただいた。そして平成6年には6万の結集という指針とご慈悲を私どもはいただいております。これに向けて前進するためには、やはり一つのステップが必要であるということが、きしくも開宗700年という、まあ私どもの年齢から見れば一生に一度の大きな記念すべき年を今年迎えたわけであります。そういう意味で大塩人芸家は、消防の五次、方防限界、幸福への前進という大きなご指南をいただいております。そのご指南に向かってどうしてもステップをするには、ただいまも
副委員長からの話の通り、意識の改革を図り、どれを選ぶかといえば、やはり一生の福運である幸福への前進こそ大事ではなかろうかと思います。そういう意味で私どもはさらに大きく前進するために、高等がいつも申しております釈福の達成をしよう、残る二月をこれにかけて今日の歓喜と感動を万来の拍手の中でこの年を送るためにも、開祖700年というこの意義を十分に尽くしていかなければなりません。そのためにも大きく私どもは今日の演技をしていただいた方に万来の拍手を送りたいと思います。どうぞ拍手をよろしくお願いします。どうも演技者の方ご苦労様でした。一言ご挨拶に返させていただきます。本日は大変ご苦労様でした。ありがとうございました。今日のこの文化祭には信頼者の方々が45名出席されております。総勢900名を超える皆さん方がこの文化祭に出席いただいたことを報告させていただきます。以上をもちまして西小路支部文化祭を閉会いたします。川辺御尊神の道士によりお題目を参照いたします。妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。川辺御尊神の退場です。拍手を持ってお送りください。来賓のご退場です。続いて役員が前の方から退場いたします。法事会の皆さんご退場です。長時間にわたって本当にありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。法事会の皆さん本当にありがとうございました。皆さんのご協力によって大変素晴らしい文化祭を開催することができました。表面には出てきませんでしたが、この皆さんの裏側にこの何倍もの大勢のスタッフの皆さん方の協力があったらばこそこの演技が成り立っております。浦方さん本当にご苦労様でした。平成6年6万名の結集に向かって怒涛のごとく大前進を開始してまいりましょう。本日は本当にありがとうございました。退場に際しましては整理班の指示に従って退場していただきますようにお願いいたします。どうもありがとうございました。それではこれから退場していただきますけれども、
まだしばらくちょっとそちらの方にその場にお座りいただけますでしょうか。早く退場できるように順番に退場していただきますので、まずですね、中央のそちらの照明からですね、前の方ちょっとお立ちいただけますか。照明の機械から前の方ちょっとその場にお立ちいただけますか。